こうなっちゃったな。
の方がいいな。
こんなもんかな。まあ大体ここから下の腰壁ができまして、この辺に窓をつけますから、ここはこれからもうちょい加工ですね。一番下は固定してないんですけど、まあ、腐りやすいから焼き入れします、この一番下だけね。ただ今日風が強くてあんまり火を焚くと危ないので、これとりあえず今仮にはめてますけど、まあ、後でこれ外して焼き入れしてからきちんと取り付けします。まあこんな感じかな、まあ、この隙間がねちょっとずつあるんだけど、今は後でね充填剤で埋めて、秘密性を上げてあんまり寒くないようにしようかなと思います。じゃあ今日はねここまでです。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。